そう、始まりは寒い寒い冬のこと。白い雪が空から静かにゆらゆらと舞い降りる日。初めてのお留守番、水木しおり編。本当に僕手伝わなくていい？うん、お兄ちゃんはそこで休んでて。可愛い双子とお留守番。今年の夏はいつになく刺激的で楽しい夏になりそうだ。うん、やっぱり夏はおそうめんだね。おいしそう。はあ、ごちそうさま。もうお腹いっぱい。うん、私もごちそうさ。そういやしおりちゃんも麦茶いっぱい飲んでたね。うん、ご飯作ってる時すごく喉渇いてたの。よしよし、それじゃおトイレの中に入った入った。これで全部かな。あれ、替えはっと。お兄ちゃん、お待たせ。お昼ご飯できたよ。へえ、すごくおしゃれなデザインだね。じゃあ早速お着替えだね、しおりちゃん。やっぱりここでお着替えするの？もちろん。